君も大好き。僕も大好き。ミステリちゃん。やはりあれですね。ズームだとなかなか難しいです、ね。しょうがないね。時差があるね。あのロサンゼルスとここでね。はい、そうですどっちがロサンゼルス、ね、はい。というわけでございまして、国内ミステリー書評番組、ミステリちゃんの2021年、5月号になります。はい。はい、私、書評家の若林文です。杉江松恋でございます。はい、ねね、またちょっとあの、ね、緊急事態宣言があの延長、さらに延長するという形で。そうですね、いつまでやるんだろうね、はい、緊急事態宣言、まあまあ、ね、もうさ、もう緊急事態宣言するんだったら、もう、うん、目安が欲しいですね。そうですね、各都道府県で何人とかさ、何パーセントとか、そういうのが欲しいんだけど、うん、やるよって言ってさ、分かりましたとしか言いようがないもんね。なんかもう延々となんかこう、なんか締め切りをごまかし続けてる、ね、あの宿題の締め切りをごまかし続けてるさ、小学生じゃないんだからって思うんですよね。そうですね。まあまあ、僕らはまだね、まあまあ、あなたは働いてるかな、まあ、勤め人だからでしょうからね。うん、僕は普段の日々がずっと続いてるだけなんでね、あんまり文句を言う筋合いじゃないんだけどさ。どうですか、だから、うんうん、この月と月は。この影響を受けて、まあ、いろいろね、買っちゃった予定とかもありまして、はいはい、文学フリマ東京って一応開催はされたんですよね。そうそう、なんかやるって言ってたよね。そうそう、ツイッター、みんなのつぶやき文学賞関係でなんか出すって言ってたじゃないですか。はい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 、実はね、みんなのつぶやき文学賞、まあ、他のね、文フリ東京に出た、もともとね出てる予定だったあのサークルとかが取りやめるっていうのも結構多かったんですけど、うん、あ、そうなんだ。実は、はい、ごめんなさい、みんなのつぶやき文学賞のすべてという冊子を作成して、文振りで販売しようという話だったんですけど、そうだったよね、うん、ちょっとですね、いろんな、まあ、スタッフが割と県が都内都外に住んでる、東京都以外に住んでる人も多いのもありましたし、うん、ちょっとね、やっぱり権威株がねこれだけこう流行ってる中の状況だと、スタッフの安全をもうちょっと考えた方がいいんじゃないのっていうことで、まあそうね、非常にこう残念なことなんですけど、サークルの参加に取り入れたんですね、文振りに関しては、うんうんうん、はい、そこはちょっと大変申し訳ないなというふうに思うんですけれど、うんうん、ただですね、今みんなのつぶやき文学賞のすべてについては通販あるいは一部リアル商店でですね、取り扱えないかという形で現在動いてますので。あ、そうなんだ。はい、はい、でまだちょっといろんな準備がまだまだ整ってないんですけど、はいはいはい、近日には皆さんに販売が開始しましたよっていう報告をしたいなと思ってますので。あ、そうですか。はい、はい、ちょっと分振りでね、購入検討されてたけど買えなくて残念っていうふうに思っていただいた方は、すいません、もうちょっとお待ちくださいという、そういう感じですね。本を作ってるんですか。はい、あ、はい、冊子がですね、よいしょ、こんなの。あ、なんか国営ノートみたいだね。そうそうそう。うん、このみんなのつぶやき文学賞のすべてという、はいはいはい、ことで、3月に、ね、開かれた結果発表会の、模様を全部持ち起こしして、まず収録しております。あ、大変でしたね。うんうん、はい、でそれ以外にですね、国内編第一位取った柴崎智子さんの特別インタビューが、うんうん、まあ、掲載されたりしてますんで。あ、ネットで、ね、あれリモートでやったの。あ、発表会の当日にちょっとお時間をお見えになってて、うん、そうそうそう、収録させてもらいました。はい、でこれは去年ね、寄付金を、まあ、募ってるってお話をしたんですけど、うんうんうん、寄付金を第1回ね協力いただいた方には、うん、無料、すぐに無料配布しております。なるほど、うんうん、はい、で一般販売についてはさっきちょっとお話したお伝えした通り、これからねちょっと準備を始めていきますということなんで、はいはい、ぜひお楽しみに。はい、じゃあまあまあ楽しみに皆さんもお待ちいただければと思います。はい、じゃあまあそうしましたら、これはね、はい、その月に読んだ国内ミステリーからね、はい、3冊ずつお気に入りの作品を取り上げて紹介するというものなので、はい、じゃあ先月4月か、はい、4月の1冊目をお願いいたします。はい、赤林さん。はい、はい、私の方の1冊目は、はい、塩谷健さん、スイッチ悪意の実験です。はいはい、講談社。
はい、メフィスト賞ですね。メフィスト賞受賞作なんですよ。うん、で、去年ですね、あのミステリーちゃんでも取り上げましたけど、第62回のメフィスト賞受賞作は、五十嵐律子さんの法廷優位という作品でございます。そうでしたね。うん、これも、ね、非常に大変去年話題になりました。はい、リーガル、うん、あのね、スリーラーの、あの新たな作品として注目を浴びていたんですけど、うん、いや、今回、63回のメフィスト賞受賞作、これもですね、うん、あの勝るとも求まらない。大変素晴らしい作品でございました。はい、素晴らしかったですね。はい。はい、でちょっとね、あらすじを紹介しますと、主人公はですね、箱川小雪という、大学生ですね。で、うん、京都市内にある、京都内、府内にある私立漏刻大学、文学部の2年生。漏刻って龍谷大学の、多分そう。文字なのかなっていう、うん、大学に、通っている、まあ、学生さんなんですけれど、うん、ある日ですね、この漏刻大学の OB、の香川さんという方から、うん、すごいいい儲け話になるアルバイトがあるんだけど、参加してみないかって誘われるんですね。うん、はいはい、で、そのアルバイトをね、募っている、まあ、リーダーみたいな人物が、荒木惟清という名前の心理コンサルタントなんですね。うんうん、めっちゃなんかこう、怪しそうな名前なんですね。荒、うん、木って安楽死の安楽って書くんだけど、うんうん、ちょっとね、あの怪しい肩書きの人なんですけど、でその方がですね、そのもういい、非常にいいアルバイト。なんだけど、ある実験に参加してほしいということで、うん、小雪を含む6人の、ね、人物を集めるわけなんですね。うん、で、集めてですね、まあ、とりあえずあのアルバイトの内容は後で説明するから、みんなお腹すいただろうと思うでしょ。じゃあ、これからちょっとパン屋さん、うん、あるパン屋さんに行ってみようってことで、ワゴン車に乗ってパン屋さんに行くんですよ。うん、で、たどり着いた、ね、パン屋さんの名前が、ホワイトドワーフというあのパン屋さん、うん、ベーカリーになってまして、でここでですね、近原っていうさんというですね、あのご家族が経営されてるんですね。で ご夫妻と、3人のお子さんがいらっしゃる、鹿原さんなんですけれど、まあ、入ってみるとですね、あの一言で言うとあの味は普通。で、そう、店内の中に、釜があって、うん、でこのご夫妻はこう、あのこの釜をあの売りにしてるんです。うん、この釜で炊くと美味しいんですっていうふうに言うんですけど、うん、味は普通。まあよくあるね、あの、脱サラして蕎麦屋さん始めましたって言う、うん、で手打ちはにこだわるんだけど、味はね、いまいちみたいな、ああいう脱サラ飲食店の経営、典型みたいなものなんですけど、うんうん、まあ一応そこで6人みんなパン食べて、じゃあ、一回戻りましょうか。荒木惟清がまた戻るんですけど、うん、そこでですね、初めてアルバイトの内容を説明するんですよ。で、いきなりですね、あの、荒木は、あの、各、参加者のですね、スマートフォンに、なんかアプリみたいなものをこう入れてくれっていうふうに頼んで、うんうん、で、みんなアプリダウンロードするんですね。で、そのアプリを開くと、ただ単にスイッチを押してくださいっていうボタンみたいなのが出てくるんですね。うん、で、これなんだっていうふうにみんな言うんですけど、荒木は、いや、あのね、ただ1ヶ月間、あの、このアプリを入れたままにしてくださいと。で、1日あの1万円ずつ支払いますし、この実験が終わった後に、インタビューを受けてもらうんですけど、インタビューをその受けてもらったら、100万円を皆さんに差し上げますって言うんです。うん、なんだそのボロ儲けの話は、うん。で、参加者がね、ある参加者が言うんですよ。このスイッチを押したらどうなるんですか、うんうん、はい、ホワイト、さっきね、皆さん言ったホワイトドワーフ。ね、あとね、家族が破滅しますって言うんですよ。なんだそれはと。うんうん、実はこの荒木という人物は、この実験を通して何をこう調べたいかというと、自分は純粋な悪が存在するんだということを証明したい。うん、で、これは、各参加者にこのスイッチを押すだけで、あの家族が破滅する、押すか押さないかだけの選択が迫られていて、うん、誰がどういうふうな選択をして、そこに純粋な悪というのが存在するのかを私は確かめたいんだっていうんですね。おお、なんだいきなりこの無茶苦茶な展開はっていうのが、この第一部の、うん、わずか数十ページぐらいで書かれるんですね。うんうん、で、実はこれ僕、読む前に、メフィスト書今回、あの、書誌情報が出たときに、うんうん、あらすじもなんとなく知ってて、で、このタイトルとこの表紙を見たときに、あ、なるほど。今回のメフィスト書というのは、なんかこう、いわゆるそのソリッドシチュエーションスリラーみたいなものが、うん、あるいはギャンブル漫画、ね、それこそ福本伸幸のね、作品で書かれるような、うん、ああいう、こう、選択を迫られた人間の、あの、極限状況を描くサスペンスみたいなもんかなって最初思ったんですよ、ね。まあ、重いよね、うん。思うんですよ。思う思う。うん、ところが、うん、第2部以降になると、これがですね、全く
あの、すごいいい意味なんですけど、いい意味でものすごい裏切られる、あの、うん、全く予想しないような斜め上の方向に向かって話が進んでいくんです、ね。うん、これはなんだこれはと、うん、で一つ言っとくと、まあ、第二部以降のちょっとなかなかあの、ね、あらすじ明かせないんですけれど、うんうんうん、一言言うと、謎解きの思考はしっかりあのこの後備わってます、うん、そこはね非常にしっかり書かれている。うん、最初 の、 あのめちゃくちゃのソレッドシチュエーションスリラーみたいな飛び道具を出してくる話で攻める話だけなのかなと思っていたら、うん、なかなかあの非常にですね、あの謎解きのフックがきちんと描かれて、うん、そうだね、うんうん、でもうね第2部以降もすごいあの読んでいくとあの、まあ、ついつい進んでいくんですけれど、うん、こっちがねあの予想するこういうふうに先来るかなとかこういうふうに展開するかなっていうのを全部ね、うん、まるで先回りするかのごとく、うん、全然予想だにしない展開を用意していて、うん、あれよあれよという間に、どんどんページが進んでいくんですね、うん、これはねあの新人離れしてますよこの構成に関しては、うんうん、そうだよね、うん、ここがやっぱね素晴らしかったんです。で、あともう一つはですねこの箱川小雪というですねこの主人公がまた素晴らしいんですよね、うん、この箱川小雪ってまあ一見普通の大学生なんですけど、ちょっとね、変わった思考を持っている持ち主で、うん、何かね、決断を迫られたときとか、選択を、うん、簡単な選択を迫られたときでも、心の中でコイントスをして、うん、その表裏で判断するっていう癖がついてるんですよね。うんうん、そういうですね、心の内面の中に、そういうちょっと複雑なこう動きというか、何かを決める、決断することに、うん何かにこう、運命を委ねるような性格の持ち主なんですね。で、その彼女がですね、一種のその視点人物となって、うん謎解きに参加したときに、一回そこにどのような化学反応が起こるのか、うん、といった方が、非常に読みに従って、非常にこう重要なファクターとしてこう描かれてる、はいはい、うん、そこがね、またこの登場人物の造形みたいなものも、まあ、これもまたこう新人らしからぬ達者ぶりだったと思いますね。うんうんうん、これ杉江さん、角文でも紹介されてましたよね。そうそう、僕もだから、あなたと全く同じで、うん、これ何、ゲーム小説と思って、うん、もうゲーム小説は新人賞のね、下読みしてると、うん、もう星の数ほど読むじゃないですか。うん、そうなんですよ。ね、うん、だから、うんうん、新人、そういうのは、だったらつまんないなと思って、やっぱり第一章のところで、うん、えって思った後、うん、第二章以降で、全然違う話になっていくと思って、びっくりしたんですよね。で、まあ、これは本当に、今おっしゃった通り、新人賞、うん、新人離れしていて、なんていうのかな、心地よい壺の外し方というかね、うん、エンターテイメントの、どうやるとエンターテイメントっていうのは、読者が、うん、まあ、なんていうか、心地よい展開っていうのがあって、うんうん、その心地よい展開から全部外しちゃダメなんだけど、うん、適度に外して違う方向に軌道修正していくと楽しいっていうのをよくわかってる。そこですよね。うん、だから本当に素晴らしいし、今おっしゃったようにその小雪の設定もいいしさ、うん、まあ、あとね、ちゃんと、謎解きの要素が強いこと。そう、ね、そこ重要。犯人当てがね、うん、犯人当てとしてすごいじゃないですか。うん、本格ミステリーの趣向でみんなが喜ぶ要素を、大体入れてる。ね、うんうん。そこもすごいよね。うん。これは、予想なんだけど、非常にこう、さっきね、ツボを押さえてるっておっしゃったんだけど、うん、やっぱツボの連打がこうできるっていうのは、いろんなその謎解きのそのバリエーションというか、こう来たら、こうこう詰めたら、もっと面白くないんじゃないかなっていう、バリエーション、型みたいなものがね、いろいろこの人の中に溜まってると思うんだよね。うんうんうん、それはですね、余すとこなく、いろんな要所要所でね、うん、このタイミングでこれを使うぞっていうのが、うまくやっぱ使われてるんだよね。うんうん、そのね、タイミングの勝負のうまさなのかな、この作家さんの特徴っていうのは。うん、そうですね。まあ、あとは幹がしっかりしてるんでしょうね。うん、キャラクター造形をきちんとすると、うん、物語がどういうふうに動くかっていうことを分かっていると。うん、あとね、これはちょっと、ツイッター上で、作者のご本人がちょっとだけ、やりとりしたんだけど、うん、最後やっぱり、その、謎解きとしての完成度を高めるために、最終展開を少し加筆してるっぽいですよ、応募時から。そうなんですか、うん、それはそう、まあ、どうしたかって、まあ予想はつくんだけど、確証がないか言わないけど、うん、
ちょっと強化してるっぽいんだよね。うん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 、まあ、それでだから読んで、僕らが、これはもう完璧な観音続小説だなと思うような、うん、形に完成度が上がったんだと思うんですよ。うん、まあ、その辺の仕上げ方も含めて、大変、なんていうんですかね。もう、即戦力だよね。もう、もうそう。うん。うん、で、うん、この作品、最後のところにさ、次回作の名前がも出てて、そうそうそう、時空犯、うん、時空犯罪者の時空犯が、2021年夏発売予定になってるから、多分2、3ヶ月ぐらいしたら、もう多分新作発売したら2021年になってるから、ね。編集から聞いてるのは7月だったような気がする。あ、もう早いね。うん、もう脱稿してるんですよ、それ。脱稿っていうか、もう進行で、考慮してんじゃないのかな、このタイミングだとね。5月の末でしょ、今。うん、だから、うん、もう、だから、もうプルーフ出るタイミングなんじゃないきっとさ。すごいよね、今ほら。今さ、五十嵐リストさんのプルーフも来てるでしょ、来てる。うん。三つ目がさ。三作目が来てる、ね。そうそうそう。だから、それと合わせてさ、6月、うん、5、6月は、そのプルーフが両方とも来るんじゃない、うん、もうメフィスト賞の有望新人の双璧がさ。だから、すごいよね。ここ、うん、数ヶ月の、あと、1年ぐらいの当たり度合いはね、と思いました。メフィストの外れなし具合はすごいですよね。そうだよね。うん。なかなか素晴らしかったです。うん。はい、この表紙もこんな見た目ですけど、多分これから予想のつかないような展開を待ち受けてますんで、ね、はい。はい。これは本当に外れないし、まあ、なんていうんですか、何も、これ以上の情報を何も知らないで、手に取るといいよね。うん。びっくりするように読んでさ、うん、素晴らしいと僕も思います。はい。達者の新人さんが出ましたんで、ぜひね、見ていただければと思います。はい。はい、私の一冊目、塩谷健さん。スイッチ悪意の実験でした。あ、こうなりですね。はい。私の一冊目です。はい。これ、さっき若林さんに言われるまで、4月だと思い込んでたんだけど、5月刊行なんだね。うん、そうですね。はい。まあまあ、まあまあ、まあ、5月ね、この後紹介しなきゃいけない方がいっぱい、目白押しなんで、まあ、勘違いしたまま、そのままやらせてもらいます。ね、タイトルは、風よ僕らの前髪を。うん、で、作者は弥生さよこさんです。うん。で、あったな、僕も。うん。東京草原社。これは、うん、だから、実は、で、刊行は、あれなんです。あれ、今年ですけど、うん。昨年出た、千田理央さんの、はい、五色の殺人者と同じ、はい、第30回の鮎川賞に応募された作品なんですよね。うん、そうですね。で、うん、優秀賞、だったと。あちらが大賞で、うん、こっちが優秀賞と。うん。うん、で、まあ、選評をちゃんと読み返しないんで、なんとも言えないんですけど、うん、なんとなくその、これが優秀賞っていうのもわかるんですよ。うん。わかる。その、多分そこから手こ入れ絶対されてると思うんだけど、うん、ミステリーとしての、鮎川賞らしさで言うと、五、うん、色の殺人者なんじゃないかとは思うんですよね。うん。うん、なのだが、僕はこの本を読んで、うん、なんつうの、さっきのさ、その、塩谷さんもそうなんだけど、うん、あまりにもその、なんつうの、その、新人らしからぬというか、うん、作家らし、小説らしい小説の文章っていうのにさ、まあ心やられちゃったんだよね。うん、まあこんなすごいいい文章が、うん、新人賞の応募作品というかね、そのデビュー第一作で読めるんだっていうので、うん、もう文章でね、よくなっちゃった。もうね、どうでもよくなっちゃって、で、読み始めたらさ、面白かったんですよ、ミステリーとしても。うん、まあ、その最初の文章っていうのがね、僕よくその、いろんなところで言いますけど、その、うん、冒頭のね、数行ってやっぱ大事じゃないですか、玄関だから、小説の、うんうん。そこがどんな玄関かで、例えばそこ汚い玄関だったらドア閉めて帰るじゃない、うんうん、もうさ、痛くないからと思ったら。うん、もうお断りだ。そうそう、うん。エントランス開けた瞬間にさ、すごい綺麗なものが見えたらさ、うん、お、なんだろうって言って入るじゃないですか。うんうん、このね、2行が素晴らしいんだよね。こういう文章です。去年は駒や羽子板をあしらったからし色との付け下げに、鞘形文様の名古屋帯を合わせていた。おととしの衣装は確か雪輪の帯、銀ねず色と藤色が溶け合う裾に、大輪のクロッカスが咲いていた。でね、この2行はね、主人公の、勇気、若林勇気、君と同じ名前だね。うん、そうそう、同じ名前だった。若林勇気の、おば、立原孝子の、お召し物をね、表す文章なんですよ。ここのね、2行の着物の描写で、
あ、綺麗だなと思ったわけ、うん、頭の中にささーっとその高子というおばがね、まあ、ある程度その、うん、まあ、資産家でしょう、この着物の描写からしてもね、うん、でそして昨年と去年、あの昨年と一昨年っていうふうに合わせるところから、毎年そうやって主人公とは定期的にこう会う機会があり、その時着物を、高級な着物を着ているというところから、大体の、まあ、人物もわかる。だから、それと、それがおばということから、勇気の、まあ、大体の状況もわかるということで、ここだけでさ、この2行読むだけでさ、その文章読まなくても、このおばとおいの関係がなんとなくわかるんですよ。うん。もう。で、文章としても、その、銀ネズ色とかさ、うん、早型文様とかさ、その、まあ、うん、どんなものかわかんなくても、着物の、ね、和服の、和の色だ、和の文様だっていうこともわかるから、さっと頭の中になんとなく像が浮かぶじゃないですか。うんうん、もうこの2行でね、もうこの小説は多分もう、うん、この2行で俺書評できると思った。800字から書けると思った、これで、うんお、うん。すごい文章なんですよ。うん、で、で、どんな話かというと、ここからその、しばらく状況説明というか、その大場高子が、何をしたいかということを説明されるんで、要するにその大場高子の夫が、殺害されるんですね。立原高子の夫、京吾が殺害されたと。で、京吾というのは、その、元弁護士なんですけれども、その犯人がまだ見つかってないと。で、どうやらその高子という人は、私憤というね、養子がいるんですけれども、うん、その二人の京子と高子の間のしふみという甥が、犯人じゃないかと疑っていると。うん、で、この勇気は、このしふみの家庭教師を中学時代、彼が家庭教師の時にやっていたことがあり、うん、その、関係から口も聞ける関係なんだから、あなたがちょっとそれを探り入れてもらえないかなっていうふうに言われるんですね。うん、で、そこから、ここまででさ、さっきのそのね、スイッチじゃないんですけど、まあ、この京吾勇気という主人公がね、うん、元私立探偵事務所にいたって設定になってるわけですね。うん、これでさ、何その、日本にはあんまり成立しない私立探偵小説で、元私立探偵という、言い訳をつけて、私立探偵が、その、あんまり意味もなく登場するようなさ、つまりリアリティレベルがどこにある小説か分からないような小説かなと、うん、結構舐めた感じでちょっとページをめくってたんですよ、うん。そしたらさ、やっぱり第一章の後ろのね、最後の文章で、そこでね、うん、また魂を持ってかれる文章が生まれてたんですね、うん。で、このしふみという人物が、その、立原家にいたんですよ。訪ねて、そのおばを訪ねていただいたら、しふみがいたと。そしたらそのしふみが、その、こういう文章です。立原家を辞すとき、階段の上にしふみが立っていた。声をかけようとした時にはもういなくなっていたが、一瞬見たしふみの残像が勇気の目に焼き付いた。残像のしふみは笑っていたような気がした。唇を三日月の形にして声もなく、笑っていたような気がした。もうこれでさ、このしふみがなんで笑ってるのようじゃのかって知りたくなるじゃないですか。もうね、ここで完璧。うん。あね、あらすじはね、僕、この、書評では、第一章の方しか書いてないんですよ。もう必要ない。ここだけで十分。つまり、しふみという謎めいたキャラクターがいて、この文章のちょっと前になかなか笑わない感情を表に出さない人物だというふうにことはもう分かっているんですけど、このしふみという謎めいた青年の心の中を探っていく小説で、そこに殺人事件の嫌疑がかけられています。もうこれで十分。あらすじとしてはもう他何も言う必要がないんですよ。で、もうこれでね、書評は、ほぼこれだけ紹介した上に、この小説を何で読むべきかということを、いろんな要素を挙げて説明したんですけど、あとね、ミステリーとしてはね、これ読んでるから分かると思うんですけど、かなり面白いことが起きるんですけど、それをね、ネタバラシを一切しないようにぼかして言うとですね、読んでると3章目あたりでですね、勘のいいミステリー読者は、あのプロットを使ってるだろうっていうふうに思うわけです。思ったでしょ、絶対思うはず。ね、うすうすそうだよね、うんうん。こうなるだろうと思うじゃないですか。うん、で、うん、そう思わせておいて、なおかつ、このプロットをどう使っているか知りたい。そしてそれをどういうふうに、視点人物の勇気が真相にたどり着いていくのかというところは知りたいっていう関心で読んでいくと。つまり、ある程度落ち着き先が分かってるにもかかわらず、そこに対して読者を引っ張っていくというのは、これはすごい才能だと思います。うんうん、
それで、まあ、その、なんていうんですかね、想像は当たっていたかどうかっていうのは言わないんだけど、うん、まあ、どの程度当たってたか、どの程度外れてたかってことは言わないんだけど、うん、最後に、そのプロットについての、うん、新しい、なんていうんですかね、5W1H、謎の解き方というのが、示されるんですね、うん。ミステリーとしてはちょっと斬新だったんです。そこの真相が斬新ですよね。うん、あの思考としては新しい、うんうん、新しいことやってるなと思った、うん、なるほどと思ったんですよ、うん、もうこれだけでもミステリーとして非常に楽しく面白く、うん、それにさらにですね、この謎めいたタイトルですよ、うん、風よ僕らの前髪をっていうね、うん、このね、この、タイトルはですね、何から捉えてるかというと、和歌から一連の和歌から捉えています、これもどういう和歌かは言いません。風を僕らの前髪をという、和歌で、うん、下の句が一応あるんですけど、下の句ぐらいは言ってみるのかな、なんだっけ、まあいいや、下の句も言わなくていいや、和歌なんだよ、うん、一連の、うん、もうね、和歌を読むような雅というか、なんつうんだ、シュッとした人間が出てくるんだよ。この小説出てくる人たちはみんなシュッとしてます。うん、なんかね、東京の漫画に出てくるような人は出てこないです。わかりやすい。いや、なんか文章綺麗だったよ。本当に。綺麗だよね。描写が綺麗。文章が綺麗。うん、描写が本当に綺麗、うん。で、なんだろうな。さっきの、まあ、スイッチもそうなんですけど、うん、やっぱりね、よくその ミステリーっていうものを、多分謎解き、この人の場合は謎解きだけじゃないものとか、いろんなものをよく、うん、よく知ってらっしゃる。で、勉強してらっしゃる上で、うん、よく書いてるっていうのがものすごく手に取るように感じられるんですよね、うんうんうん、そこが本当にね、文章表現の達者さとこのプロットを組みにこう組み立てていくところの達者さっていうのが、うん、もう完成度が高すぎて、うんうん、まあ若干不満点がないわけではないんだけど、うん、もう全然そんなのは目がに潰ることができるレベル、うん、要素満載。だから犯罪者の計画的に言うといろいろ突っ込めるとは思うんですよね、うん、細部を見ていけばね、うん、だからそこは突っ込んでも人もいてもいいし、うん、その突っ込みは、うん、ある程度その作者は聞くべきだと思うのですが、うん、それ以上にこのしふみともう一人のメインキャラクターというすごい印象に残るその二人の登場人物を作り出して、それを読者に対して印象付けたというだけで、もう作家としては満点だね、うん、新人作家としての新人の小説としてはこれは100点満点をつけれるべきです、うん、その上でミステリーとの思考、さっき僕が言ったみたいな、うん、あるプロットに新しいバリエーションを取り入れた云々というところは、うん、そういうのおまけだね、うん、最後まで読んだ人に対する、うん、そこまで読んだらすごく面白いことがあるんだよ、うん、ミステリーとしてっていうおまけですよ、うん、もうこの文章を味わってこのキャラクターについて魅了されていくという読み方が本当幸せな見方だと思うんですよね、うんうん、だからね、本当になんていうの、これすごい作家だと思いました。結構ね、作歴長いみたいなんだよね、うん、第1回および第5回の草原ファンタジー新人賞の最終候補になってるって書いてあるんですよ、うん、ああ、じゃあ応募、うん、応募っていうか創作されてるのは結構ね長いんだね。長いだ、それだからミステリーに、うん、転じて、何回目何作目か分かんないけど、うん、ミステリーに転じてこのタイプの作品を、うん、取り組んでみたということじゃないですか。なるほど、うん、作中作じゃなくて、うん、作品にもね、ちょっと一部ファンタジーっぽい、うん、その作中作というか、まあ、プロットだけなんだけど、うん、それが出てくるんですよ。だからそういうふうなものから現実に寄せた作品にしてみて、それがたまたまミステリーだったのかもしれないよね。わからないんですけど、うん、そこのところは。ただ、どんなジャンルでもいける作家だと思いますし、そこに、うん、どんなそのジャンルの当てはめをするかどうかは読者の勝手なんだけど、中にミステリー的なプロットを使うということで、作品書けるんであれば、もうどんどん書いてほしい、うん。ジャンルはこだわらないね、うん。ミステリー的な趣向を使ってくだされば、もう僕はもう何の文句もないです、うん、この人に対しては。うん、そのぐらい本当素晴らしい作家だと思いました。うんうん、というわけで。私も大満足でした。そうですね。風よ、
僕らの前髪を、実は5月間で、5月14日間ですか、なんですけど、まあ僕これね、見本で読んじゃったから、あれなんですけど、4月に読んだから、4月の。杉さん早く読んでたなと思って、ね。そう、だからね、うん、見本で読んで、あ、そう、思い出してる、うん、5月14日間なんだけど、うん、だから5月10日の角文に載せたんじゃないかな、うん、確か。僕の記憶は。うん、だから、もうその週末には本出るからいいやと思って、うん、北上二郎さんじゃないけど、うん、本を送ってもらってさ、見本がうちに来て、うん、その日のうちに読んで書いちゃったんだ、原稿。もう書いちゃえと思って、もう書こうねと思って書いちゃったんですよ。だから、4月中に書いたと思う、原稿そのもの。そのぐらい僕は。それぐらいやっぱ動く、ね、書評を書かせたくなるような力を持ってるってことだ。ね、さっきのほら、スイッチも、他に取り上げてた本があったの、うん、なんか別のもん確か、忘れちゃったんだけど、うん、何しようとしたのかは、うん、それも、スイッチの時も、うん、やべえ、これこっちにするって言って、取り替えた記憶がある。うん、2冊とも新人の第1作ですけど、うん、2冊とも何て言うんですかね、もう書評家をしてたたしめると言いますか、もう何とかせねばみたいうふうに思わせるような力がありますよね。はい、というわけで、1冊目でございました。はい、これビデオどうやって止めるんだっけ。うん、あ、分かった。